この花の作や姫は、日本神話に登場する女神。古事記では本名を、神あたとびめ、別名を、この花の作や姫。日本書紀では本名を、神あたつ姫。神、あずたかあしつ姫。別名を、この花作や姫。はりま国風土記では、元の波な、作や姫命と表記する。読みは、この花の作や姫、この花作や姫、この花作や姫、姫または単に、 昨夜姫と呼ばれることもある。木、花咲渡る姫命と表記することもある。神話では、日向に降臨したアマテラス大の孫、ニニギ命と、笠サ,サの岬で出会い求婚される。父の大山津賢神はそれを喜んで、姉の岩永姫と共に差し出したが、ニニギ命は、醜い岩永姫を送り返し、美しいこの花の昨夜姫とだけ結婚した。 大仙津謙信はこれを起こり、私が娘二人を一緒に差し上げたのは岩長姫を妻にすれば天神神の御子の命は岩のように永遠のものとなり、この花の咲くや姫を妻にすれば木の花が咲くように繁栄するだろうと制約を立てたからである。この花の咲くや姫だけと結婚すれば天神神の御子の命は木の花のように儚くなるだろうと告げた。 それでその子孫の天皇の寿命も、神々ほどは長くないのである。この花の咲くヤヒメは、一夜で見ごもるが、ニニギ命は、国つかみの子ではないのではないかと疑った。疑いを晴らすため、制約をして、産屋に入り、天神神である、ニニギ命の本当の子なら何があっても、無事に埋めるはずと、産屋に火を放ってその中でほでりの命、ほっせりの命。 法理の命の見柱の子を産んだ。法理の命の孫が、初代天皇の神武天皇である。張リ国風土器では、岩大臣の妻とされる。本名の、あたは、鹿児島県南薩摩市から、野間半島に渡る地域、また、薩摩国にちなむなで、しかしも、薩摩の地名という。神谷たと姫の名義は、神聖な。 あたの女性とされ、この花の咲くや姫の新名の、木花は木花地流美う姫と同様、桜の花、のは、角女子、咲くは、咲く、夜は、関東女子、姫は、女性と会し、名義は、桜の花の咲くように咲き栄える女性へと考えられる。なお桜は新木であり、その花の咲き散る生態によって、年刻を占う木と信じられた。新名は、 咲くことを主にすれば、この花の咲くや姫となり、散ることを主にすれば、木花散流姫となるとされる。天皇系図人代、古事記より、大山つ謙信の娘で、岩永姫の妹。天照大美香の孫である、ににぎ命との間に、穂でりの命、ほっせりの命、りの命を生んだ。なお、兄弟姉妹に、足なし てめえしー、神尾一美め姫、木花地流姫、岩永姫、天音の郷土人、国行郷土人、天音のさぎり神、国行きさぎり神、天音の闇、戸神、国行闇戸神、大戸惑い小神、大戸惑い女神がいる。富士山を新大山としている、富士山本宮浅間大社と、廃下の日本国内約1300社の浅間神社に祀られている。 浅間神社のほか、安山や子育ての神として、小安神社に、酒と木子神として、梅宮大社に、また、糸国の中心とされる、福岡県糸島市三雲の採石神社にも姉の岩、長姫と共に祀られている。この花の咲く夜姫を祀る神社は全国に無数にある。ため、ここでは、主な神社を列挙する。ありがとうございます。